あ、吉木さん、お久しぶりです。お久しぶりです。今日もよろしくお願いします。お願いします。まあ、今日は、ワーホリに今後スウェーデンに来られる方の、まあ、情報共有の第2弾のビデオとして、はい。居住カードと、それから銀行口座について、まあ、おのおのの経験をシェアしていきたいと思っております。はい。じゃあ、まず、居住カードですね。はい、行きましょはうか。い。はい。で、ちょっと、ヨシキさんのケースをお伺いしてもいいですか？自分はですね、スウェーデンの、ワーホリビザの許可が下りる前に、もう、ストックホルムで予約を取ったんですけど、それがもう、3週間先かな ?3 週間先の予約で、その申請した2日後ぐらいに、ビザの許可が下りて、で、そのまますぐ飛んでストックホルムに着いたんですけど、ちょっと3週間は待てないなと思って、その時もホステル暮らしで、だったんで、予約を変えようと思って、一応ストックホルムの予約と、ウプサラの予約見たんですけど、もう1ヶ月先とか、まで埋まってて、これじゃあちょっと埒明かないなと思って、バスで2時間ぐらいのノルシェーピングというところで、というところなら、2日後、3日後とかで取れたんで、で、バスで行って、そのまま、取りました。で、自分はホステル暮らしだったんで、居住許可カードを、また再度取りに2回訪れて取ったって感じですね。だいぶ手間がかかりました。なるほど。まあ、場所の変更もありつつ、その訪問する移民局の変そう、更移もあ民りつ局。つ、まだ取りに行かないといけないっていう、ご足労もありつつっていうところで、結構、なかなかしんどいですね。そうですね。送ってもらえるのが一番ありがたいんですけどね。でも、向こう、移民局の人にも、カードができたかどうかを自分で電話してって言われて、で、まあ、だいたい8日から10日かかるんで、その間に電話してくれればわかるよって言われて、で、自分で電話して、で、できたっていう知らせが来たんで、その日にもう取りに行きましたね。またバス取って。大変ですね。結構大変でしたね。なるほど。そうか。まあ、ストックホルムだったらやっぱり、日本人以外もね、メジャーな、まあ、外国人としてのメジャーな滞在の場所だと思うので、やっぱりその移民局だったり、あと、まあ、税務署っていうところも、まあ、予約が埋まりがちだったりすると思うんですね。で、僕のケースなんですけど、前の動画でもお話した通り、僕は、だいぶ北の、梅尾っていうところにいますので、まあ、そもそもワーキングホリデーの、その目的地としては超マイナーなところなんですよね。で、まあ、一個梅尾大学っていうその大きな大学があるんで、それなりにいろんな国籍だったりバックグラウンドの人たちがいるのは確かなんですけど、やっぱり学生さん以外で若い人ってなるとほとんど見かけないんで、梅尾の方は予約は取りやすかったですね。で、時系列で話すと、僕は、1月の、今年のね、1月の27日に入国して、で、1月の31日に電車で、ストックホルムから梅尾まで登ってきまして、で、その電車の1日前とかですかね。に一応、梅尾の方の、移民局のその空きの時間枠を見まして、
まあ、ガラガラだったんで、一番近くの、確か2月の5日とか6日ぐらいに入れて、で、前の動画でもお話してたんですけど、僕は来る前にこの、今も住ませてもらっている家の契約をしてたので、僕の場合は家があったので、郵送で、居住カードを送ってもらう形になりました。で、所要時間がだいたい、2月の下旬より少し早いぐらいには届いたので、もうおそらく2週間弱かなと。で、行った時に、郵送の場合は、もしその早めに欲しいとかいう場合があれば、目安の時間を聞くといいと思います。その移民局の人に、まあ、指紋取って、写真撮って、パスポートとの紹介、この3点をするんですけど、この時に大体その平均の、到着時間ってどれぐらいですかというふうに聞くと、まあ、目安を教えてくれたりするんで、まあ、それでいいかなと。実際手続き5分ぐらいで終わりますよ。あ5れ分もかかは、んないぐらいです。マジ一瞬ですよね、あれは。一瞬でしたね。そのために、どうぞどうぞ。ちなみに自分のロシェーピングで取った時はパスポートだけでしたね。日本にいて、届くじゃないですか。ビザの、手紙。決定通知っていうんですか。あれはいらないって言われましたね。パスポートだけで取れました。まあ一応持っていく分には、持っていた方がいいと思うんですけど、一応パスポートだけ、自分のケースでは。なるほどね。僕も特に持ち物の指示はなかったんで、僕は、そのワーホリの決定通知のお手紙の原本も含めて、考えられる、見せてって言われそうなものは、一応全部持っていきました。結その局、保もうパス。険の証明とかですかね。あ、もちろん、もちろん、なんか、持って行って損はないんで、とりあえず全部持っていこうっていう発そう想ですで。ね。そうですね。なんかね、人によっては突然、そういえばあれあるとかってなんか言い出しそうな感じもあるんで、ありえますね。ありえますね。全然ありえますよね、この国では。とりあえず、これからワーホリしようと思ってる方には、わからなければ、全部持っていくっていうのをお勧めします。あと、やっぱ、お急ぎの方だったら、ちょっと、労力かけてでも、地方で取った方が早いかもしれないですね。ストックホルムで、取るよりも、全然。そうですね。やっぱりほとんど、まあ、9割、9分ぐらいがワーホリってストックホルム会場になると思うんで、そうですね。そうなると、もう、極論、YOSHIKI さんみたいな形で、ちょっと足を伸ばさざるを得ないっていうところも出てくるのかなと。全部が先延ばしになっちゃいますもんね。その後のナンバー申請とかも、そのレジデントカードがないと。まさに前回の動画でも話したように、YOSHIKI さんみたいに、こっちで仕事を探すっていう、パターンの時にも、できるだけ早くその正式な書類があった方がいいんで、やっぱりそれは あれですね。足を伸ばしてでも、早く手に入れるっていう。まあ、それは銀行口座もしかりだと思うんですけど、僕銀行口座持ってないんですよね。なんでそのあたりはちょっと YOSHIKI さんから、聞きたいと思います。自分のケースはですね、レジデントカードが届いたあたりですね、まだコーディネーションナンバーの申請中の時に、ハンデルスバンケンっていう銀行と、あとはノルデア銀行に直接予約なしで、ちょっと情報を聞きたくて行って、で、まあ、あわよくば作れたらいいなぐらいの気持ち、ナンバーなしで作れたらいいなぐらいの気持ちで行ったんですけど、ノルデア銀行は、やはり、コーディネーションナンバーと、パスポート
と、あとは、仕事の契約書と、源泉徴収の書類っていうんですか、源泉所得税の書類が必要って言われて、源泉所得税の書類、自分全然わかんなかったんで、そんなものが存在するのが。それはコーディネーションナンバーと一緒に届けられるそうなんで、まあ、結局、コーディネーションナンバー持ってなかったんで、後にして、で、もう一つ、ハンデルスバンケンっていう銀行は、もう、コーディネーションナンバーと、パスポートと、仕事の契約書と、あと、日本の銀行の6ヶ月間、使用したっていう証明書を英文で提出しろって言われて、これは自分持ってなくて、どうやって入手したらいいのかもわかんなかったんで、こっちは無理だと思って、ナンバーが届いた後に、すぐノルデー銀行行って、その日に作れました。アポなしで入って、その書類全部持って行ったら、その日に、作れて、で、その一週間後ぐらいに自宅にデビットカードが届いて、今はもう銀行口座完全に開設できたっていう感じですね。なるほど。銀行口座、ちょっと僕が経験したことないところなんで、どういっはい。た、今までみたいにこう、スムーズな質問ができるかわかんないんですけど、はい。どういったところが、なんだろう、銀行に関わらずどういったところがハードルになると思いますか？その、口座を取得するにあたって。結構仕事の契約書とか大事かもしれないですね。どのくらいの収入を見込めるかとかも全部聞かれたんで、そのちゃんと契約書に記載されてる自分の、まあ、どれくらいの収入見込みがあるかとか、あとは、まあ、ナンバーは絶対必要。で、そのナンバーと一緒に、ノルディアの話ですけど、ナンバーと一緒に来る源泉所得税の書類も必要ってことぐらいですかね。あとは、自分が知ってた情報だと、銀行開設に2ヶ月間ぐらいかかるとか、まあ SEB 銀行っていうんですか、は2ヶ月ぐらいかかるって聞いてたんですけど、意外と早かったなっていう印象ですね。なるほど、なるほど。やっぱり仕事ファーストで、仕事ありきで銀行口座なんですね、そしたら。ああ、そうですね。仕事ありきで口座開設ですね。あ、なるほどです。わかりました。で、まあ、ごく一部、こっちで仕事を探さずに、はい。今っていうか、日本で仕事をしてらっしゃる方で、それを継続する、方、まあ、僕みたいなパターンのはい。方もいると思うんですけど、はい。その方は、現地の生活の決済方法って2パターンあるかなと思っていて、はい。一つは日本のクレジットカード、まあ、ビザとかマスター カードをうん。普通に使って、はい。日本の口座からお金引き落としてもらうっていうパターンうんうんうん。と、あともう1パターンがソニー銀行さん。はい。いろんな通貨に対応してて、で、スウェーデンクロナもあったりするんで、例えば僕なんか来る前にやってたのは、レートのいい時に、そのソニー銀行の日本円をスウェーデンクロナに変えておいて、そうすると、変えた分はもう、クロナで支出をするわけなので、そんなにそのレートは気にならない。なので、まあ、レートとかを気にする方は、まあ、来る前にソニー銀行さん開設しておいて、で、ソニー銀行さんで、まあ、普通に外貨預金として置いておいて、そのソニー銀行さんの、銀行キャッシュカードって、もちろんデビットもついてるんで、それで決済していく。で、これ別に宣伝とかじゃ全くないんですけど、ソニー銀行さんいいところは、実際にスウェーデンクローナっていう外貨として、
ソニー銀行さんの口座内に、はい。普通の外貨預金として預金できるんで、うん。これって、だいぶ時系列遡りますけど、ビザ申請するときに残高証明ってあるじゃないですか。はいはい。あの時にも、確か400円とか手数料払えば、はい。ソニー銀行さんの中の、クローナの残高を証明するってオプションがあって、なんで僕はそれをしたときに、ああ、もうソニー銀行さん一択でいいかなと思っていて、なんで、残高証明から現地の支出まで、一気通貫でできるし、もちろん銀行口座なんで、なんで僕はその、大きな買い物、まあ、ベッドだったりとか、っていう大きな買い物はクレジットカードでしましたけれども、まあ、普段の食品だったりとか、まあ、外出したときにこう使うものだったりとかは、ソニー銀行でこうレート気にしながらやったりとかしてますね。いいですね、それ え、初めて知りました。あ、本当ですか？はい。やっぱりね、外国に住むと、どうしても日本円とこの現地通貨っていうそのところ、まあ、気にするようになると思うんで、まあ、そこで、こう、なるべく、そのなんていうか、こう、なんだろう、自分にいい方にっていう、得になるように、っていう形ではあると思うんですけれど、はい。なんか他に銀行口座とか、特に銀行口座で何かこう、気になることとかってありますか？銀行口座、気になる。もう本当必要な書類を集めるべきって感じですかね。あんま気になることはなかったかもしれない。その最初に源泉所得の書類が必要って言われたときに、ちょっとテンパったぐらいで、なんだそれと思ったぐらいで。でもちゃんとコーディネーションナンバー申請するときに、これ欲しいんだけどって聞いたら、あ、それちゃんとコーディネーションナンバー届くのと一緒に届くから、心配しないでいいよって言われたんで。で、実際、一緒に届いたんで。なるほど。それぐらいですかね。本当にそれぐらいですね。あとはパスポートと仕事の契約書を持ってれば、いけるんで。じゃあ、ちゃんと書類さえ準備すれば、まあ、そんなに激ムズではなさそうですね、タスクとしては。あ、全然、多分、コーディネーションナンバーの方が難しいんじゃないですかね。コーディネーションナンバーしんどそうでしたね。あれ、前の動画で話しましたよね、確か。話しましたね。話しましたね。あれ、しんどそうでしたよね。これが一番しんどかったですね。まあ、そうですね。コーディネーション番号さえ手に入れれば、もうなんとかって感じですね。あとは。なんとかなります。あと、もし、ノルデアじゃなくて、もう一つのハンデルスバンゲン銀行で取得したいっていう方がいたら、まあ、日本にいるうちに、その6ヶ月分の、利用証明書っていうんですか、OA 分で発行して持ってくるとスムーズなんじゃないかなと思いますね。まあ、多分人によると思うんですけど、これも、手続きしてくれる人に本当によると思いますけど。そうですね。やっぱり、窓口対応ってこっちだと人によるってところがあるんで、そうですね。なんで全部持って行って、変な話、その担当者で埒が明かなかったら別の曜日の別の時間に出直すとか、っていう戦略もありなのかなと。あと、ハンデルスバンゲン銀行は、自分の住んでるところから一番近いところじゃないと申請ができないですあ、なるほど。ね。そこは注意ですね、そしたら。そこはそうですね。ノルデアが一番無難かもしれないですね。SEB はちょっとごめんなさい、わかんなかったですね。ドロップインができなかったんで。なるほど、ありがとうございます。そうですね、そしたら、まあ、今日の動画はそんなに長くなりすぎてもあれなんで、これからスウェーデンワーホリビザ申請したい、申請中、そろそろ出国だっていう方に向けて、
まあ、今滞在している私たちからそのできるだけ伝えられる情報をということで、はい。銀行口座と、あと居住カード、この2点について、僭越ながらご紹介させていただきました。そうですね。居住カードはもう、なんかビザ降りる前に申請してもいいんじゃないかなって思いましたね。ね、キ特ャンにセルいつでそうね。もできるじゃないですか。キャンセル、すぐキャンセルできて、また申請し直せるんで、で、そこに必要なナンバーとかビザの書類とかも必要ないんで、ただ予約を取るだけなんで、もしかしたら、目安決めておいてこの日出発するみたいなの。で、もうビザ届く前から予約取ってもいいかもしれないですね。自分は実際それで来たんで。まあね、滞在の時間ってやっぱ1年って限られてるんで、そこを有用活用はい。するために、はい。できるだけ日本でできることはやっておくっていそうですね。それをくれるとまた、こう、ナンバー申請から銀行口座から全てにおいて、先延ばしになっちゃうんで。そうですね。なるほどです。ありがとうございます。話してる間に来週のネタ思いつきました。何ですか SIM カード。?SIM カード SIM カード。あれ？はいはいはい。テリアでしたっけ？テレノア。テレノテア。レノア、あ、テレノアか。僕はい。テリア、僕結局テリアにしてるんで、来はい。週、はい。SIM カードの話をしましょうか。はい、はい、はい、はい。はい。全然大丈夫です。はい。まあ、あと1週間後とか、それくらい後にまた収録してあげたいと思うんで、はい。ワオリ気になってる方は、来週は SIM カードなので、ぜひ、まあ、Facebook ページだったりとか、僕のブログの方を見ていただいて、ご確認くだはさい。い。はい。ということで、これで今日の、動画は終わりたいと思います。吉木さん、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。では、また。はい。